はい、今回もですね、いろんなグルーヴ、リズムパターンが人の体、脳みそにどのような効果を与えるか、こちらご紹介します。今回はですね、レゲエミュージックですね、あとアフリカンだったりブラジルのサンバ、ボサノバとか、ああいう民族音楽、ちょっと日本のアジア圏の方には馴染みがないアフリカミュージック、レゲエだったり南米のサンバ、ボサノバっていう、ああいう特殊なリズムパターン、これを覚えるといろんな音楽をやっている方は表現力が豊かになりますし、それ以外でもですね、脳の活性化とか体にですね、いろんな効果があるので、ぜひ皆さんも試してみてください。その効果の内容といたしましては、まず創造性が上がります。あとレゲエミュージック、ボブ・マーリーが代表的なアーティストですけども、ああいうレゲエの音楽を聴く人はですね、知的好奇心がとても強いという研究結果もありますので、ぜひですね、こういう音楽に興味を持つこと自体、好奇心がないと、なかなかいけないと思うので、皆さんやっぱり馴染みの多い、みんなが聴いているようなポップソングだったり、ロックスソングだったり、そういう簡単な音楽っていうのは馴染みがあってとても親しみやすいですけども、こういうアフリカの民族系音楽っていうのはやはり、ちょっと好奇心がないと、なかなか手にはつかないジャンルだと思うので、皆さんもですね、もし好奇心とか創造性を発揮したいっていう方はこちら聞いてみるといいと思います。じゃあ、一例を紹介します。まずはレゲエからです。これは比較的シンプルで簡単なリズムパターンです。まあ、ハッツはトリプレットの真ん中を抜いたシャッフル。で、特徴としてはですね、このリム、スネアのタイミングとキックが一緒になるということです。4拍あるうちの3つ目、つまり1、という感じですね。これがレゲエタイプです。次はアフリカンミュージックです。こういうパターンですね。ポイントはですね、ハットが三つ打ち、つまり、これにキックはどういう形かというと、こういう感じですね。で、これにスネアが入ると、こういうふうになります。次はボサノバです。こういう、タイプですね。これが、まあ、より速くなって、例えば、感じの、こういうグルーヴをサンバ、ボサノバですね。はい、というわけで、こんな感じで他国の、自分の国ではない世界の、リズムパターンを知るっていうのもいいと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。